第5代ソールズベリー公爵、ロバート・アーサー・ジェイムズ・ガスコイン・セシルは、イギリスの政治家、貴族。1903年から1947年まで、クランボーン子爵の儀礼称号を称した。1893年8月27日に、ハートフォードシャー州、ハットフィールドのハットフィールドハウスにて、第4代ソールズベリー公爵、ジェイムズ・ガスコイン・セシルと、その妻である、 第五代アラン伯爵アーサーゴアの娘シリーの間に長男として誕生する。ビクトリア長期に首相を務めた第三代ソールズベリー、公爵ロバートガスコインセシルは、父方の祖父にあたるイートンカレッジを経て、オックスフォード大学オックスフォード大学、クライストチャーチで学ぶが、第一次世界大戦に、クレナディアガーズ中尉として従軍したため学位は、取得しなかった。 1929年イギリス総選挙で南ドーセット州選挙区から初当選し、1941年まで庶民委員議員。1935年から1938年まで外務省政務次官を1940年に主計長官を1940年から1942年まで自治領大臣をそれぞれ務めた。1941年に 父親の爵位の従属称号、セシル男爵として、貴族院に招集され、貴族院議員となる。その後は1942年に植民地大臣、1942年から1943年まで王子少将を歴任した。1942年から1945年までは、貴族院人来総務を兼ね、1943年から1945年は、 自治領大臣に再任された。1947年に父親から借位を相続した。1950年代は、サー・ウィンストン・チャーチル、サー・アンソニー・イーデン、ハロルド・マクミランの下でとで1951年から1952年まで、王子少将を1951年から1957年まで、貴族院院内総務を1952年に、 イギリス連邦大臣を1952年から1957年までスーミツ密院議長を務めた。1957年1月にイーデンが公認をエリザベス2世に推薦せずに首相を辞職したとき、候補はラブバトラーとマクミランの二人がいた。女王はどちらに対面を下すべきかの助言をチャーチル、ヒース、ソールズベリーらに求めた。このとき圧倒的な支持で、 マクミランが組閣を命じられたことはメディアに驚きを持って迎えられたが、後にバトラーは庶民院の新人議員に大きなハンバトラー派が存在していたことを回顧録で認めた。ソールズベリーは強硬な帝国主義者として知られていた。1952年にイギリス連邦大臣であった彼はイギリス人女性と結婚したセレツェカーマのベチワナランドへの帰国を妨げようと、 心見た。1960年代も南アフリカ共和国、南ローデシアを統治する白人政府の忠実な弁護者であった。貴族院のリベラルな改革にも強く反対していたが、一方で、総選挙でマニフェストとして掲げられた法案について、貴族院は第2、第3度会で反対できないとするソールズベリードクトリンを作ってもいる。 1961年にソールズベリーは保守党内の右派グループであるコンサバレーティブマンデークラブの初代代表となり死去するまで務めた。1951年から1971年までリバプール大学の総長でもあった。1970年にはアパルトヘイト支持をはじめとする反動的主張を行う彼の解任を求め、 学生が上院議事堂を占拠する事件が起きている。1940年に数密顧問館に列せられ、1946年にガーター勲章を受訓。1960年から1972年まはガーター騎士団の長官に任じられていた。1957年には王立教会フェローにも選出されている。1941年1月21日の 繰り上げ直所により父、ジェームズ・ガスコイン・セシルから次の借位を継承した。1947年4月2日の父の、ジェームズ・ガスコイン・セシルの死去により、以下の借位を継承した。リチャード・キャベンディッシュ教の娘であるエリザベス・ベア、キャベンディッシュと1915年12月8日に、結婚した。夫人との間には三男が生まれたが、借位を継いだ長男のクランボーン子爵。 ロバート・エドワード・ピーター・ガスコイン・セシル以外の西には、先立たれている。ありがとうございます。